日大プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに、先週はうん、オードリー若林とマンモス西のオールナイトニッポンということで、うん、西加奈子さんとね、うんうん、お送りしましたけども、どうだったんですか。いや、聞いてないですか、うん、聞いてないのよ。あ、本当ですか。うん、いや、ね、メールがいっぱい来てるんで読みましょうか、うん、その感想メール、うん、ですね、うん、ラジオネームジスタ、ゲストの西加奈子さんがめっちゃ面白かったです。春日さんが部族などで、うん、生放送が無理な時は、うん、水曜に録音するより、うん、西さんや若林さんの飲み仲間をゲストに呼んで放送した方が、うん、何倍も楽しいと思いました。ああ、なるほど ね、 ね、はい、うん、面白くないね。あとは、うん、でも、うん、これは春日さんの方に、うん、何つんだろう。ああ、何ですか。春日さんが恋しいっていう方向のメールです。ああ、いいですね。ラジオネームスペシャルウィーク、うんうん、自分は西さんが出演されたテレビなどを拝見して、うん、絶対ラジオも面白いだろうなと思っていましたが、うんうん、想像以上に面白くて、うん、今イタリアにいらっしゃる方が戻ってきても、うん、帰ってくる場所がないくらいの内容だと思いました、うんうん。毎週とは言いませんが、時々西さんがまた出演してくださることを切に願っておりますっていう、うん、ああ、より面白くないね。今すぐシュレッダーにかけたいぐらいですけど、ね、何をもって私よりのメールだって読んだの今。失敬だね本当に。あ、これは、うん、春日さんよりの、うん、奈良の暴れじかさん、うん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 、若林さん、うん、もう春日いらんわ。来週から若林西のオールナイトニッポンでええよ。シンプルだね。全然春日寄りじゃないじゃないの。アナウンスと違うのよ若林さん。鹿が暴れてますよ。奈良だからね、うん、まあ振りが大事っていうのをゴルフで最近学んでるんで。ゴルフで、はい、あ、そう、はい、うん、あ、次は春日さんがやっぱり大事だったなって、うん、あ、そういうの1枚ぐらい頼むよ。ラジオネーム春季、うん、西加奈子さんの声と話し方がすごい可愛いのと落ち着いた話でとてもトークが聞きやすいです、うん、ということで、うん、来週からイタリアに行ってる人と交換しては、うん、っていう。いや全然だから春日寄りじゃないじゃないか。それは振りとかじゃなくて普通に嘘だよ。これさ嘘をずっとついてるよ。もう3枚も4枚もこれは春日さん寄りの。そういうの頼むよ本当に。名前なしですけど、春日さん寄りの来ました、うんうんうん。春日さん、うん、スポーツ頑張ってくださいね。いや読み方演出がちょっと強いよ若林さん。それはもう、いやでも本当に書いてるの、うん、スポーツが英語に、英語表記になって春日さんスポーツ頑張ってください。あ、その文体、その感じだったら今の読み方だな。うん、正解だな、うん、いや失敬だな。おい、これどういう、お笑いを頑張る、お笑いを、これどういう意味なんだろうな、うん、何よ。これから毎週西加奈子とオードリー若林のオールナイトニッポン楽しみにしています、うんうん、春日さんは本業を頑張ってくれて、うん、いやいや、フィンスイマーじゃねえよ。藤田からメール。藤田この野郎。ラジオネーム藤田。藤田この野郎。あれですかね、うん、あの猪木の秘蔵っ子の藤田。藤田風紀ね。うん、なんかでもやっぱりリスナーの方の反応もすごい良くて、メールもね、いっぱい来てたのと、うん、あと何よりうちのチームつけ焼き場がみんな西さんのファンになっちゃって、うん、それで、うん、ほう、でね、よしきなんか珍しく西さんにラジオやってほしい、うん、誰かにラジオやってほしいってなかなか思わない人だから。そんなにねじゃねえよ。いや、それ否定しなさいよ。まあいろんな人を見てきてるからね、はいはいはい、なかなかって。西さんに、うんうんうん、別にこのオードリーのじゃなくて、うんうんうん、ラジオやってほしいなと思ったけど、うん、西さんがいかんせん、うんうんうん、絶対10時に寝るんですって。ああ早いね。寝るの早いね西さんって。あ、じゃあもう無理か。ゴールドもできないじゃん。ゴールドもできないか、ね、だから昼、ね、昼夕方、ど、笠さんどこと交換した方がいいと思う？もし西さんがラジオで、交換するもほぼ帯だからな。
あ、そう。え、帯でやってもらうってこと？いやいや、例えばで聞いてんだけど、春日さんがどこ、誰と交換したらいいと思うかなと。だ帯はなかなか難しいからさ、うん、やっぱりその、うん、TM さんにそろそろ変わってもらう感じにする？なんか一番、うん、リアクションが難しい、なんかその、うん、そこだったかな。他いる？うん。いや、もっと安全なところ行った方が良かったよ、春日さん。誰が言う？ちょっと待って。だから、その日曜競馬日本とか。あ、日曜、曜日ね。うん。ああ、ね、土曜、日曜も含めてね。うん。ああ、まあでも西川さんじゃないか含めて。長いからね。すごい長くやられてるからっていう、ね。長くやってるからこそ続けてほしいっていうのもあるじゃない、でも。いや、でもほらさ、ニューフェイスがさ、やっぱ現れてほしいじゃない。そうね。どこがある？うん、うん。磯山さやかのグッドナイトかな。いや、それ気悪すぎるよ。どこ磯山さやかのグッドナイト？ある、月曜日。月曜日の。あ、栗川さんに買ってもらう？ああ。栗田寛一の。栗カントリークラブ。え、どこ月曜日の18日の。めちゃくちゃ怒られ、切れられるから。お前めちゃくちゃ切れられるぞ、お前。めえ、つって。死ぬか、こらぐらい言われるだろ、ね。いや、怒られるぞ、お前。いや、でもほらさ、うん。うん。そんなに面白かったらさ。はいはいはい。聞いてみたいですよ、私も。西さんのラジオさ。まあまあ、うん。うん。そうですね。まあでもその辺なんだよね、やるとしたらね。うん。うん。が難しいんだ、ね。そうそうそう。うん。まあやりましてね。なるほどね。うん。まあでも、その、中村浩さんね、うん、そろそろ、うん、呼びましょうか。ああ、そうじゃん。それがいいよ。こないだ、あまりにも、うん、なんか中村浩さんが、うん。いつも飲み友達が西加奈子さんと、浅井亮君と、うんうん、加藤千恵さんと、中村浩さん。うんうんうん、で、まあ、あと、まあ、ゴッドタンの佐久間さんがいたり、うんはいはいはい、この間平子君もちょっと一緒に飲んだり。アルカンド。そうそうそう。ピースもそうしたんだけど、なんか、中村浩さんが、だけが日本放送にハマってないって言いすぎて、うん、なんか、変な空気になってんだよね。で、コウさんから LINE が来てさ、うん、若林さんのベスト10に本が入らなかったので、うん、春日さんのベスト10に入るように頑張りますっていうのが来たのよ。はいはいはい、で、春日小説読まないですよって返したら、うんうんうん、知ってますよびっくりマークが6つぐらいついたのが来て、それ以来 LINE が滞っちゃって。いや、読んであげてよ。ね次の時にさ。はいはいはい。そう、だから一緒にでもいいじゃない。そう、単独でね。うん、うん。中村さん呼ぶっていうのが怖かったら、うん。誰かと一緒にさ、うん、来てもらったりとかすればいいじゃないですか。あ、そうね。そらそうよ。誰かと一緒に来てもらうのもいいかもしれない、ね。うん、その飲み仲間でさ、うんうんうん、来るみたいなやつでいいじゃない。はいはいはい、はい。うん。そうですね。そうよ。うん、だからなんか水曜日西加奈子さんが毎回ってわけじゃないけど、うん、なんか水曜日に撮るのやめたいんだよね、うん、お前がアフリカロケとか行ってる時に毎回誰か違う人と二人でやりたい、うん、その方が、うん、ほら土曜でトークして水曜でトークするの大変じゃん、うんうん、大変何にも起こってないもんねそう水曜日だったら短いからね期間がだから、うん、誰かと2ヶ月に1回ということにするのなんか、うんうん、あとはもうお前の了承待ちなのよ、うん、なんかそれはもう大輔も聖堂さんも、ヨシキも、みんないいですって言ってて、だから、お前だけなんだよね、うん。なるほどね。うん。で、今回、だから、まあ、ほぼ、初、まあ、初でもないのか。うん。前ね、花さんとかジュンコさん来てくれたもんね。はいはい、はい。私がいないパターンの時。はい。動画あっての2回目で、西さん来て、うん。いろいろ盛り上がったと。はい。よかったってことでしょ？まあ、よかったですよ。ああ、なるほど。じゃあ、嫌だね。うん。水曜録音にしてもらいたい。喜ぶ、うん。それがもう全然盛り上がんなかったっつったら、もう大いにどうぞどうぞだけど、盛り上がったんだったらもう絶対に嫌だね。うん、そう、嫌だよ、それは。あ、そう。そんなさ、メールがいっぱい来るわけだからさ、本業頑張ってと。お前って、正直だな。うん、これ言っとかないと本当にそうなるからね。本当そうなんだろうなって、うん。いや、本当そうだよ、そら。想像してみたのよ。うん、逆の立場になって。うん、いやいや、私が誰かとやって盛り上がったと。うん。うん、絶対嫌だよ、ね。嫌でしょ。
でもさ、なんかその、うん、水曜日ってさ、あとなんかうちうちの話だけどさ、うん、お前もそうだけど、うん、アフリカに何、5日ぐらい行くっけ、うん、あれ。そうだね。うん。うん、5日ぐらい日本を開ける分さ、うん、5日6日、うん、もうその水曜日のラジオの前の、うん、もう月火水とかのスケジュールがもう、もう死だ、死のロードになるだろ、お前がアフリカ行く前、もう、俺はもう全然関係ないんだよ、お前のアフリカロケとは。申し訳ない。録音なのにさ、その1時より遅い時あるからね。開始が。水曜日。俺さ、トークもないわ。うん。日水がもう、死のスケジュールなんですよ。春日が5日開けるから、その分レギュラー番組撮っとかなきゃいけないから、朝から晩まで何本撮りすんだっていう撮り方して、こいつアフリカに旅立ってく、うん、そのギリギリの水の夜に、うん、つまんないもん、水、あの、録音のラジオ。もう疲れ果てちゃってもう。だからもう、ちょっと年も年だし、うんうんうん、どっちかやめて。どっちかや、何よ。どっちかやめるっての。どっちかやめて。何と何よ。要するに、うん、水曜録音にして、うんうんうん、あ、水曜録音をやめて、うんうんうん、俺が土曜に別の人と、2ヶ月に1回でしょ、はいはいはい、だって。8回に1回ぐらいいいじゃない。うん、やるか、うんうん、お前がその、うん、海外ロケやめるか、もうどっちかにして。そりゃもう究極の選択だね。うん、懐かしの。うん。あの、うんこ味のカレーと。カレー味のうんこ。カレー味のうんこ。まあ、どう、考えちゃうね。どっち？どっちだろうな、結局うんこ食ってんだもんね。いや、そんな話じゃなくて。えラジオのスイカ、アフリカのロケの話、そう、うんこ味のカレー、興味、お前に聞いて俺、どう思えばいいの？いや、知らねえし。俺は、つってそのさ、反対の意見で、こう、今。いや、俺も、賞賛の時に十分やったのよ。あの、エビスさんの絵が描いてあるカルータみたいなカードで。あれもね。あれも、あれ、あれも日本放送だっけ？あれもそうだよね。日本放送の企画。南原さんの企画じゃなかったっけ？甲賀美、あ、甲賀美さんの番組か。え？雲南さん。甲賀美さんの、ラジ、はがきのコーナーだったの。すごいね。10回クイズもえ、あれも鴻上さんの番組へぇ。鴻上さんってすごいね。もう定番だもん、今やね、なんかね。飲み会とかの、ゲームの。確かにすごいよな。はぁ。いや、それでどっちよ、結局。え、そのラジオの話？いや、そっちだよ。いや、これは難しいよ。どっちもだってそれは、あの、無理だもん。海外ロケはもちろん無理だしさ。うん。うん。そうやって、2ヶ月に1回、誰かとさ、盛り上がってさ。うん。うん、そう、泥棒猫にね。うん、それ持ってかれるのよ。そんな心外よ。知らない女とさ。うん、じゃあ、どっちが、うん、どっちをやめることになるんだっけ。あー、難しいなー。これ難しい。無理。二つとも。いや、うん、な、その、まずその、難しいっていうのが、うん、その、世界番付に悪いぞ、うん、お前それ。いや、それでも難しいよ、それは。それは。それはね、空はじゃない、うん。空はさ。うん。うん。あ、そう。そうね。ですね、どっちも難しいって言われるとな、もう話してた意味が何もないからな。オープニングからの十何分。何も話さなかったのと一緒だからな。で、別にやるやらないあれと、誰かを進めてよ、うん。若林さんと誰かやったら面白いんじゃないですかって。ちょっとお前が、ね、で、お前がプレゼンして、うん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 、その人とやったらつまんなくなるだろうっていう人を当てれば、いや、それも失礼だ。お前も安心するじゃん。だから誰と、誰とやったら盛り上がんないのよ。誰とやったら盛り上がんないんだろうな、うん、誰だろうな、うん、いや、難しいな、うん、あー、うんとね、うん、誰だろうなぁ。むずか、ね、井端、巨人の。もう随分、難産で井端さん出してきたけど、もうべちょべちょの井端さん出してきたけど。いや、なんか、ばーっとね、ばーっと喋ってるイメージがないからさ。ね、うん、職人のね。でもさ、身内の秘訣とかは面白いか、でも。聞きたくはなる。でもやっぱり一流の人だから、うん、やっぱ掘り下げたら面白い話は出てきちゃうでしょ。うん、いや、そうだよね。だからどうしたって。だからさ、三流の人よ。出してよ。三流の人？お前が思う三流の人出してくれないと。
想像がさ、超一流じゃない、イバズさん。三流の人？うん。で、盛り上がらない人よ。三流で盛り上がらない人？うん。いやー、難しいなうん。誰がいる？三流で？うん。盛り上がらない人？うん。うん。で、お前さ、誰でもいいからすぐ出せよ。うん、誰だろうなお前。やっぱ考えたらすごいね。何も出てこないね。こういう時。芸能人の名前。くーっつって。時間かけて出すじゃない。誰だろう。誰がポンと言えばいいのよ。うん、ポンとポンと言ってみ。人の名前でいい。何も考えないでいいんだよ。こういう時は。人の名前だけ言ってみ。吉田さとみ？いや、それはなんか、うん、何ポンとじゃ出してない。それは結構、トルネード投法で出してる、それは。いやいやいや、ポンとよ。あ、そう。今のはポンとよ。うん、まあ今日スペシャルウィークですけどね。カツヤさん、リスナーに一言お願いしますよ。皆さん、スペシャルウィークですよ。シンプルですね。気づいてない人いるかもしれない、ね。大坪さんが全然笑ってなかった。嘘だろ。全然、うん、大坪先生、音を、うん、エコーは、エコーにしてくれた。あ、エコーしてくれたね。やっぱり、うん、皆さん、スペシャルウィークですよに、全然笑ってなかった。そうだもんね。で、大坪さんだって分かってるから、今日、うん、今日家出る前に、うん、今日スペシャルウィークだなと思って家出てるだろうし。まあまあ、そうだけど。スペシャルウィークだなと思って宅に座ってるだろうから。うん、いやいや、やっぱ笑わないですよ。うん、そこだから、あえての面白さはないか。え？大坪くん。あえての面白さないか知ってるよと。それこそ若林さんのツッコミでいいんです。それはもうね。うん。知ってるよっていうのでいいのよ。それすらもなかったか。おい。うん。ぶち切れんなよ、お前。いや、そんなに切れてないね。ぶち切れは言い過ぎなのよ。うん。OK。生放送に、オリラジじゃないんだから、お前それ。それはやめてくださいよ。いや、表でのこの野郎まで言ってないのよ、別に。表にいるしね、大坪くんもさ。うん。なんだったら。まあ、海外に行ってたということで、ちょっとどこに行ってたか、いい発音でお願いします、うん、ちょっと。どこに行ってたか。はい。うん。イタリア。大坪さんが全然笑って。いや、ちょ、待て。知ってるから。いや、知ってるから。今のは知らんだろ。どう発音するかわかんなかっただろ。イタリアへ行ってたの知ってるから。あ、そこ？そう。えー、お前もう、大坪モネ屋だったら、もう全然クリアできてる、ね。全然だよ。赤い、もう真っ赤だったよ。でーんだよ。でーんだよ。ファーストチャレンジ失敗だよ。じゃあ2枚目のカードいきますか。うん、ああ、もう、はまりたい。じゃあ、うん、今国名だったでしょ、うんうんうん、地名のカードって。次は何をなるよりは、ドゥーデッツ。オッケーオッケー。ドゥーデッツ。一発でもダーンつってね。どのカード選ぶドゥーデッツ。いきますよ。いきますよ。違う、カード地名選べや、お前。はい。今一発ギャグとか物ボケとか並んでて、今国名やったよ、うん。次は地名だなって俺振ってんだよ。うん、で俺がドゥーデッドゥーデッってとこあるだろ、どれ選ぶかとか。で、お前が地名のカードを選ぶのに、お前何もうラベンナ言おうとしてんだおい、言うなや、先に。お前カード選べや、大坪モネ屋の。いや、でも地名で行こうってさ、若林さんで言ったのが二人でチャレンジしてんだからね。大坪モネ屋。いや、俺はチャレンジ。オードリーでチャレンジして、あなたがカードを選んで私に言わすっていうチャレンジだろ？地名でって言ったからさ。うん、じゃあ地名のカード選ぶよ。地名選ぶのね。地名のカード選ぶ。じゃあ、地名で。オッケー。じゃあ、それでは、うん。スタート！ラフィンナ。全然分かんない。知ってるからね。別につまんないわけじゃないのよ。いや、知ってた上で。面白いつまんないじゃないの。地名を言っただけだから。うん、いや、知ってた上でもさ、うんうん、そのネイティブの発音してるわけだしさ、うん、ちょっと演出してんだから、面白いだろうだって。まあ確かにそうですよね。全然ハマんないな。じゃあ、イタリア、大坪モネ屋で、一発ギャグ選択するか、じゃあ。うんうん、ああ、一発ギャグ行く？一発ギャグ行くか、じゃあ、うん。イタリアのね。うん、じゃあ行こう。用意、スタート。行きます。ああ、一発ギャグね。うん。うん。行きます。うん。真実の口これにですね、手に入れて。笑ったぞ笑ったクリアようやくクリアできた。ああ。
いやクリアしたね。結構来るね。結構奥まで行ったね、うん。やっぱ絶対笑い取りたいから、うん、灰皿に指ちょんってつけてから迎えたから。いや、待て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 。いらんのよ。これ、念のために、うん、勘違いがあるといけないんで、ちょっとリスナーの方に言っときますけども。うんうん、嘘ですよ。嘘？うん。何ですか？いや、タバコの灰皿に手ちょんですけど。いや、そういらない、いらないよ。今怖いからな。何が本当だと思われて、もう、ね、炎上しちゃうことないから。うん、一応、バカのために言っとこうかなと思って。若林ひどいってなる前に。そうね。ね、これぶっちゃけじゃないしさ、うん、ここだけの話よ、うんうん。イタリアの女抱いたの。いやいや、ぶっちゃけも何も抱いてないよ。抱いてない。抱く暇ないよ。うん。イタリアの女エロかった。イタリアの女みんな。え、どういうとこで思うのそれ。もうね、まあ私好みってあれだけどね。うん。ケツがでかい。とにかく。あ、やっぱそう。イタリア女は、イタリア娘は。アメリカよりアメリカより、で、全然でかいね。お尻が大きい。うん、ケツがでかい上に、ティーバッグ履くね。なんでわかんの？いや、履いてた人いっぱいいたから。見えないじゃん、ティーバッグって。いやー、その水着のよ。水着の。ああ、水着の。そう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 。え、それビーチで、プールで。プールでね。あ、プールで。プールの会場がさ、まあ、屋内、水泳場みたいな感じだったんだけど、うん、あのね、屋根がついてて、その、屋内、半外みたいな、うんうんうん。一つの横の壁がないのよ。うんうんうん、ね、うん、で、その壁がない方で、うん、ちっちゃいなんか、子供用プールみたいなのがあってさ、うん、そこでなんか、泳いだりしてるわけ。うん、試合出ない人とかが、うん。普通の水着て、うん。で、それ見てたらね、まあ、結構ティーバック率が多いのよ。うん、あー、もう。過激だね、その映像は。過激だった。試合どころじゃなかったわよ。あ、そう。でも、うん、10位だっけ？ 10 位。なんかネットのニュースで見たけど、うん、やっぱ、うん、それでか、書いてあったもん、記事に。うん、何？春日俊明は、勃起のため水の抵抗が増し、うん、10位に終わったって書いてあったから。どこの記事よ、それ。どこだったかな？どこの記事？どこの人の記事？ CNN だったかな？じゃあ、海外メディア。海外メディアか。ちょっと、記憶が定かじゃないけど、どっかのネットニュース。CNN か、うん、ライブドアニュースだと思う。ライブドアニュースだな。その二択だったら。いや、ライブドアニュースも書かねえだろ、それ。勃起のため、抵抗になり。そんぐらいのこと書くんじゃないかな、ライブドアニュースだったら。いや、いくらライブドアニュースでも書かないですよ。書いてあったけどな、勃起のため、水の抵抗が増し、うん、10位に終わりって。で、なんか、横からお前を撮った写真があって、もう T になったもんね。アルファベットの T みたいな字に。逆上手に。逆上手状態で。シャーッ水をパーッって割りながら。水中でパーッって水割りながら。でもさ、小学校の時、水泳の授業でさ、うん、立っちゃってるやついなかった？いや、いたいたいた。立っちゃってたし。私。お前、小学校の時はそのミスしてんだろな、うん。それはもう立っちゃってるよ。なんで立っちゃってんのよ。なんでだろうね。別に女子を見て興奮してるとかじゃなくて、緊張感じゃない？ここで立っちゃったら、どえらいことになるっていう、緊迫感、脅迫観念で。小4とかだったかな、うん、もしかして小6ぐらいになってたのかな、うん、荒川がさ、うん、荒川？うん、同級生の。ああ。で、一人ずつ飛び込んで25メートル泳いで上がってくのをぐる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 やってたの、うんうん、並んでる時に荒川がめっちゃ勃起しててさ。並んでる時に？うん。でも、パンツの、水泳水着のパンツと肌の間が空いちゃってんのよ。うん、あ、じゃあもう、ほぼ、覗いてるよ、こうね。下からこう見てる。いや、だからなんか、玉の、つなぎ目ぐらいのところは見えてんの、もう。下が空いてるってこと？横がもう結構空いちゃってるから。ね、でさ、あれさ、うん、荒川、あの時さ、普通に俺と話してるふりしたけどさ、うん、なんか、あと何周すんのかなとか、うん、自分が勃起してないような顔してたけど、勃起してるの分かっててあのトーンで喋ってたのかな。いや、それは気づいてないわけないでしょ。だとしたら、うん、とんだペテン野郎だな。この話なんだこれ。スペシャルウィークにお前。
いや全然面白くねえな今の話。本当だよ、なんだ今の荒川の話。トータルだから25分過ぎてるけど何も話してないよさっきから。十数分のところでも気づいてたけど我々。つまんねえな今の話。それで結局、うんうん、何なんかメダル取りましたよって電話で言ってたじゃん。うんうんうん、あれは何だったの ?10 位って出てたのに。まあね。うん。だそこはね、ちょっと詳しく言えないのよ。なんで言ってくれるなって大会 TV がさ。もうそうなの言うのよ。あ、そう。もうあの時はもうテンション上がってるからさ。うん。言っちゃったけどさ。あ、そう。いやでもこっちもね、大会 AM だから。うん、そんな。大会 AM だから。大会 AM? うん。え、なんすか大会 AM。俺も言っててよかったスペシャル、スペシャルウィークですよ。私さっき宣言しましたけど。そういった意味のスペシャルだもん。そういった意味そういった意味特別。すげえつまんないって。なるほどね。特別つまらないっていう。でもさ、なんか、誘惑もされなかったの、イタリア美女に。お前だって言ったって、そのマッチョなわけじゃん。なんかサラミを口に加えた女がさ、こう、もう全裸でさ、プールサイド近寄ってきたりしなかった。いや、イタリアのイメージどんなのよ、若林さん。そんなことはないよ。あ、そんなことない。誘惑もされなかったけどね。うん、ただ、やっぱり行ってる日数が本当に短かったからさ、うん、もうちょっとあったらね。うん、でね、言ったらディスコみたいなのもあったらしいのよ。うん、あの、ホテルの周りに。行けばよかったじゃん。だから行く時間がなかったのよ。行ってたら、それこそアメリカみたいにさ。面白い話はね。そう、ポールダンスとかもないの。だからそのディスコがどういうとこなのかわかんないけど。いや、お前だって阿佐ヶ谷のジローラモって呼ばれてんだからさ。そうだね。レオンブリ見せてやればよかったんだよ。うん、日本の種馬ね。うん。うん。やってやればよかったんだけどさ。結局それで、うん、じゃあ遊べなくて、食べ物は食べた。食べ物食べたね。美味しかった。うまかった。何食べたの？いや、もうベタにもスパゲッティとか。ああ。あとピザね。あ、そう。あ、ピッツァね。ピッツァね。うん。ピッツァうまかった。日本で言うとどこのぐらい美味しかった？ああ、ピッツァ？うん。ピザーラ。うん、まあ。じゃあ、ピザーラでいいな。いや、それが多分違う。やっぱりそういうベタなこと言うけど、向こう、味的に言ったらね、その日本と同じか、うん、日本の方がうまいかもわからんけど、やっぱ環境はさ、うん。うん、店の雰囲気とか、うん、で、やっぱ変わってくるな。ああ、そう。うん。やっぱうまいなって感じるよね。いい女見て、見ながらピザ食べて。そう、ピザ食べてる音だけ聞かしてよ、ちょっと。いきますよ、じゃあ。うん、うん。こう持ってさ、投げ、でっかいのよ。またね、イタリアの。そう、イタリアのもう皿からはみ出してるみたいなやつ。うん、これを持って、マルゲリータかなんか食いました、うん、これ。じゃあ、俺がピザやりますか。はいはい。うわっ！あーしょっぱいんだよ、ちょっと。だからいつもね、しょっぱいの、なんか。あーあー相撲やってるからね。相撲やってるから。塩持つから。塩持つから。糸泉張りに。今日はスペシャルウィークだから、うん、あの、初めて言うけど、俺相撲やってるからさ。あー、なるほどね。うん。全然、自分で言う前に分かったもん、面白くねえなって。うん、だからその、いつもより、止めるところがスペシャルになってんだろうな。弁がね、逆指弁が壊れちゃった特別壊れてんだろうな。うん、しょうがない。そんなことよりさ、うん、そうは言っても、うん、10位で世界で、うん、すごいことですよ。まあまあ、ね。マスターズで。うん。で、俺はね、でも、ありがたい、ね。10位はすげえことだな。自分の相方が世界で10位って思った。うん、ただ、うん、春日っていう男は1位、うん。やっぱ、金メダルしか春日には似合わないと思うのよ。うん、だから、うん、これでもうやめたりしないで、フィンスイミングを。うん、続けてほしい、うん。で、また、世界選手権にチャレンジしてほしい。いやー、それはまあありがとう。また来年かな、あるのかな、うん、だからフィンスイミングに集中するためにお笑いやめてください。うんうん、ちょ、待て。それはお断りしますよ。なんでこんなちゃんと喋ったかっていうと、うんうん、先週
ザキヤマさんと打ちっぱなし行って、うんうんうん、ゴルフをすごい理論的に教わって、うんうん、で若林に芸歴行くとさ、うんうん、ボール当たる瞬間がボケだとしたら、うん、振りの方が大事だと思わないっつって、うんうん、でだから振りが良ければボールは飛ぶ、なるほど、振りが良ければボケは受けるっていうことあんじゃんっていうのを聞いて、うんうん、なんか振りをもう一度しっかりしてみて、なるほら、だから最初のメールもなるほらって言ったよね今。いや言ってないでしょ。いや、なるほらなんて言い方する。なるほどでしょ。いや、これちょっとなるほら。いや、いくらイタリア外だからって、日本語忘れてないですよ。うん、なるほらなんて言うわけないでしょ。ちょっとチャレンジしていいですか、うん、いやいやいや、これは自信あるよ。うん、そんなもん、心外だよ。すいません、ちょっとなるほら出たって。なるほらってよ、そんな。振りをもう一度しっかりしてみて。なるほら、だから最初に。言ってますね。おー、言ってるね。言ってますね。じゃあ、すいません。うわいや、せめてさ、何かやってからの口入れにしてくれよ。言ってますねじゃないよ。そっかさ、ただの口の中に手入れてるだけじゃない。言ってたな。なるほら、こんなに、うん、手入れんのもうポスト以来だよ俺、うん、もう分かるもんね、言う前からつまんないの。あーつまんねえなって思いながら言ってるわ。しょうがない、もう壊れちゃってるから今日は。壊れちゃってるから、ね、今日は便がね、うん、でまあ凱旋帰国祝いご褒美として、はい、ありがたい、春日さんの大好きなゲスト、うん、えマルヒゲスト呼んでます。ハートマーク、ハートマークついてます。ハートマークついてるっていうことは。疲れを癒してほしいよね。ああ、ちょっとありがたいね。疲れてるだろう、だっていろいろボディービルも続いたりして。まあまあ、一段落はつきましたよね。うん。うん、フィンが終わった。どっちかですよね。うん。やっぱりこう、なんですか？どっちか。春日さんが嬉しいって思うのはね。うん。うん、まあまあ、女性。うん。まあ、男性。男性。それぞれご褒美。うん、あるとしてね。いやー、このなんか確かにね、ハートマーク。我々もほら、スペシャルウィーク呼んでは叱るべき人なんつって言ったりもしてましたから。うんうん、そうね。春日さんに喜んでほしいということで。誰だ？今回は春日のためのスペシャルウィークです。いやー、ちょっと嬉しいですね。ということで、後ほどということですね、うん、ゲストは。はい。じゃあ、やっていきましょうか。うん。日霊プレゼンツ。オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日霊、愛の大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。オードリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールハガキを募集中。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。ハガキの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで、皆様からの温かいメールをハガキお待ちしております。大地よ絞れ。オードリーのオールナイトニッポン。さあ、今週のオールナイトニッポンはお楽しみの連動企画があります。題しまして、岡村隆史プレゼンツ、持っているのは誰だ、当たり付き自販機、運命のルーレットウィーク。さあ春日さん、それでは早速ですが、自動販売機の、なんか説明、すいません。ちょっとね、巻きたいんで、ここは。久々のオールナイトニッポンの横連動企画が実現の運びとなった模様です。ネットニュースにもなってたらしいです。今週オールナイトニッポンとオールナイトニッポンゼロ全曜日のパーソナリティが日本放送9階の当たり付きジュース自販機の4桁数字ルーレットにチャレンジしてはどうかと木曜日のパーソナリティの方が発案しました。リスナーの皆さんは各曜日の数字を全てと住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、ANN@allnightnippon.com まで送ってください。
抽選で、ANN パーソナリティ全員のサイン入りアンブレラ、が5名に当たります。さらにもしも当たりが出た番組には日本放送の偉いさんから賞金5万円がいただけることになって、なんと昨日3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎さんが当てました。すごい持ってますね、やっぱり。さあ、しかしうちにも持ってる男、強運の持ち主春日さんがいます。春日さん、てい、当然当ててくれますね。もちろんでございますよ。山県に負けてらんないですからね。ちょっとすいません、マイク近いんでね、話してください。あ、そうですか。はい。じゃあちょっと話しまーす。必ず当てると。必ず当てますよ。じゃあ、大坪さんに一言お願いします。大坪さん、必ず当てますよー。ちょっと笑ってないです。嘘だろ、おい。無表情でエコーをつまんでましたけど。スタジオ出てもあと DJ リルサーズ AKA 岡村隆史さんに、うん、発案者なので、ええ、一言お願いします。リルサーズ当てますよーどうだ、受けてないですもう残念としか言いようがないよね。ちょっとね、うん、岡村さんがなんか俺がねこの企画をね、うん、嫌がってるんじゃないかって情報が入っちゃったみたいで。ああ、そうなの？うん、ちょっとなんかうん、おかんむりのようなんですよ。実際はどうなの？そんな、噂レベルはどうなの？実際どうなのよ、若林さん。俺の何がですか？だからその、はい、嫌がってるかどうかって言ったらさ、別に嫌とかじゃないでしょ。嫌じゃないですけど、うん、なくてもいいのかなっていう。だから、うん、岡村さんも、やっぱり結構な後輩に、うん、強めにいじられるランクになってきたのかなっていう、そういう時代に突入したのかなっていう、幕開けをね、俺と三四郎で、声高に叫びたいなっていう。なるほどね。押し寄せるぞ、海賊どもが。大航海時代の始まりだよ。矢部さんさえ、うん、了解していただければ、うん、強めに岡村さんいじっていこうかなって、オールナイトニッポンではって思ってます。ね、うん。宝があるぞっつって。ルーキーたちが海に、うん。その旗をですね、うん、俺と三四郎で持って。うん、三四郎はちなみにね、うん、岡村さんに不平を言ってたんですよね。あ、そうなの？岡村って叫んでたみたいですけど、ね。というわけで、カズラさん、ええ。当てちゃってくださいよ。当てましょう。これ今日で最後。うん、今日、これで最後だって、この企画。あ、今日で、うん、残り物には。えちょっと待ってください。何すか？そんな名言いらないんですよ。残り物には、えっていう名言いらないんですよ。オードリーのね、オールナイトニッポンの名言が生まれたじゃないです。残り物には、えしけしけしけ。というわけで、うん、春日さん聞かせてください。はい、自腹ですか、それとも日本放送のお金ですか。日本放送のお金です。いや、盛り上がんないんですよ。いやいや。すいません。うん。すぐ自腹に変えてください。自腹はい。110円はい、お願いします。盛り上がんね。やっぱそこを当てるのが持ってる男じゃない。そうか、110円で5万円いただこうと。はいはい、そうですよ。いうことですね。頼みますよ、持ってる男。英語で言うと。ハブマン。出ました、ハブマン。ハブマンが9階に降臨しております。ミスターハブマン、降臨です。ミスターハブマンが降臨だ。どんな試合になるんだ、今日は。じゃあ自動販売機に。ハブ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 。自動販売機に一発チョップ入れちゃってくださいよ。よいしょ。ハブ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 。静かにしてください。クリマンが寝てます。そうでした、すいません。グレーのスウェット着て寝てますから。ああ、まずいね。うん。じゃあ、ね、ちょっと押してるんで行っちゃいましょうか。行きましょうか。はい。じゃあ入れますよ。はい。110円ね。はい。うん。では。これ当てたらハブマンだぞ。行きますよ、ハブマンが、ね。ハブかノーハブか。うん、なぜ春日がハブマンと呼ばれているか、お見せしましょう。証明しよう。いきますよ。行こう。せーの。ハーブよし、来い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 。あれあれどうなったあれ数字は石井ちゃん、これ、これどうなってる出ました、出ました。出た ?000。0001。ん？ノーハブでフィニッシュです
ノーハーフでフィニッシュです。悲しいお知らせが届きました。9階から、騒ぐだけ騒いでノーハーフでフィニッシュです。すいません、残り物にはえというわけでこの番組の4桁の数字は0001です、うん、今週すべての番組で発表された数字をすべて書いて、ann@allnightnippon.com まで送ってください。最後春日さん、hey. ノーハブだったんですけども、うん、リスナーにまあ謝罪になるんですかね、うん、お願いします。総理、総理マンミスターソーリーマン、ノーハブでフィニッシュです。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。うん、今中継あの、うん、DJ リルサーズ AK 岡村隆史さんの、うん、企画でしたけれども、うんうんうん、ハブマン帰ってきましたか。ハブマン帰ってきました。あ、残念ですね。無念だね。当たらなかったな。当たらなかった。気合い入れてね、押したんだけどね。マスクマンなんですか、ハブマンっていうのは。持ってる男いや、じゃない、ノーマスクマン。どういう、うん、ノーマスクマンとハブマンだとごちゃごちゃするから。マスクマンじゃないって言ってほしいんですけど。マスクマンじゃない。うん、マスクマンじゃないけど、うん、ペイントはしてるよ。体に？顔に。どういうペイントしてんの？この、ハブって書いてます、これ、うん、英語で。普通に書いてある、うん。ハブって書いてある。ハブって書いてる。いやー、ハブマンも帰ってて当たらなかったということですか。いやー、難しかったね。これ、でも確率的にすごい確率でしょ、これ当たるの。当たるのすごいね、J ソウルブラザーズの、ね。本番でバンって当てるの大したもんだね。まあ、まあ、この企画はね、今日で、ぶち終わりますけれども。その、岡村さんもね、ご満悦かと思いますけれども。まあ、そうだね。うん。ちょっと俺が、岡村さんも気使うから、気使う、大御所の域になってきたっていうのが、なんかネットニュース載っちゃったみたいで、その発言が。あ、そう。で、それを岡村さんが読んで、ちょっとおかんむりだったらしいです。岡林くんだけ嫌がってるらしいな、みたいな感じになってたみたいで。なるほどね。うん。まあでも、幕開けだからね。幕開けです。もうほんと、鶴瓶さんみたいないじられ方、これから。岡村さんはしますから。後輩に。あんまり好きじゃないかもしれないよね。いろんなラジオを聞いてるとね。岡村さんの。ああ、いいですね。全身金に塗られたりとか。そうそうそう。ボーリングの時の鶴瓶さんのいじられ方。やっぱ変わってくもんだね、やっぱ、ね、変わってきますよ、それは。やっぱ上がってくるんだね。巡ってきますから。さあ、春日さん、疲れてるということでね、やっぱ癒していただいて、うん、これから日本での仕事、うん、さらに頑張ってほしいということで、うん、春日さんにご褒美の特別ゲストをご用意しております。嬉しい。ご紹介します。この方です、うん、どうぞ。この方です。誰どうも、どうも。ダメーどうも、ご無沙汰、ご無沙汰、ダメーお帰りなさいって言われて、ダメーイタリアからご無沙汰じゃねーか。ダメーでございますね。2ヶ月ぶりのご無沙汰でございますね。いや、ダメーよ。シクヨロでございます。はい。よしーなー。はい、来ましたよ。はい。そうです、ダメです。どうも、ダメです。あれ、そんなんだったどうも、ダメです。そんなんだったダメです。どうも、よろしくお願いします。2ヶ月ぶりのご無沙汰でございますけどもね。はい、タメさん、はい、前回も来たよな、はい、スペシャルウィーク、はい、そうか、2回連続でよろしくお願いします。はい、なんでタメなんだよ今日はね。はい、もう春日さんをね喜ばせるためにね、やっぱそうそう、はい、春日がやっぱり一番好きなのは今、うん、タメなんじゃないかっていうことで、いやこれはねちょっとね嬉しいね。嬉しい。本当ですか？いや、正直、だから、その、若林さんね、はい、すごい言ってたからね、振りもなんか大事にしてるみたいなこと言ってたからさ、はい、なんか、おいっていうね。
誰なんだよとか、知らないモノマネタレントの人とかさ、キサラでも会ったことねえわみたいな、はいはいはい、おいっていう方を、はいはい、ちょっとまあ、なんとなく考えてたのよ。はいはいはい、普通にタメで嬉しいもんね。ね、そうです。でも嬉しい。タメっつって。いやいや、嬉しいですよ。嬉しい。タメのビジュアル見てください、ガセさん。これ、何だいぶ気合入ってるね。はい、なんか、まあ、まあ、いわゆる色眼鏡をかけてどうタメ何色なのそれ。これ入ってるよね。あ、いやいや、これ。サングラスって。グラデーション、はい。ちょっとグラデーション入れて。ちょっと青っぽい。そうです。2ヶ月成長しましたんでね、私も。はい。もう、うさんくせ。2ヶ月の。はい。こういうやつが主催してるライブ、ろくなことだからね。どうも、シアター D で、よろしくお願いいたします。はい、知り合いばっかり呼んでね、企画で、終わった後打ち上げして、最悪だこの。ゴシップ雑誌の記者みたいな。そうですよ、今日はだからもう、もう、うさくさいね。いっぱいゴシップをね、また今日も用意させていただいておりますので、ね、やっぱり、カスヤさん、ゴシップは、体の疲れ取れる。いや、もう、寝てなくても平気だよね、次は。ありがとうございます。マジ、それを思い出して疲れて落ちるときに、はい、あ、そういえばあのゴシップ、夢があるゴシップが多いから。夢があるですね、私は。はい、はいはい、だその代表にね、なった時も、やっぱり、LINE でおめでとうって言いましたし、ね、祝福ゴシップも、そう。送らせていただきます。祝福ゴシップなんてあるの？そうですよ、はい。そう、だから帰ってきた時も送ってくれたかな、LINE で、ね。そうですね、そう。そうです、そうです、ね。で、やっぱりその、ご褒美ゴシップお願いします、みたいな、はい。こっちからも頼む立場で、私。そうですよ。はい、したらまさかこんなに早くね。そうですよ、週末。会えると思う。でも、週末。小出しにしないとね。そうですね、まあ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 。まあ、もったいぶってね。まあ、今日もね、今日もやっていただきたいと思います。ある、まあでも、前回そこそこのゴシップいただいちゃってまあまあ、強めのね、ゴシップ言いましたけども。で、そんなに時間も経ってないでしょ。そうなんですよ。ただね、そう、前回は前回でね、ちょっとリスナーさんもね、ちょっとね、ヒントが少なすぎて、なかなかちょっと、難しい部分もあったらしいので、はいはいはい、今日はですね、ちょっともうちょっとせめて、上にイニシャルトークなんかもしていきたい。それ大丈夫なの？そうですね、はい。大丈夫なの？タメの身は安全なの？いや、もう僕はもう本当に春日さんのためだったらもう死んでもいいですよ。いつ死んでも。タメよ、おい。いつ死んでも構いません。もったいないよ、それは。いやいやいや、それはもう春日さん。大丈夫？それ。大丈夫、大丈夫です。じゃああれだって逆にさ、はい、そのイニシャルトークってか、ちょっとその、わかりやすくなるわけでしょ？わかりやすくなります。ゴシップの質がちょっと落ちてんじゃないの？いや、ゴシップ。安全なゴシップを流すとか、そういうことないの？ゴシップの質は落ちてはございません。ダメ、お前、はい、引っ越したら仕事落ち着き始めたらしいよ。やな、いやいや、そうなの？いやいや、それそれ、まあまあ、ね、軽くしたら都内に引っ越したら仕事が落ち着き始めた。お前、方向が悪かったしね。普通は増えると思ったよね。どこ引っ越したの？いや、まあまあ、ちょっとあの、梅ヶ丘っていうところに。あ、それ言うんだ。ちょっと、梅ヶ丘って。ちょっと待ってくださいよ、そこ。いや、でもそこがいいじゃん。はい、ちゃんと人のゴシップ言う代わりに、自分の情報も出すって、ね。まあまあ、自分の身を削りながらも、はい、情報をいただいてるんで、ね。最新のタメゴシップないのな。タメゴシップですか？自分ゴシップはないのね。梅ヶ丘に引っ越しただけね。うん、そう。全部減ってるらしいのよ。え？家にいる時間が長いから、やっぱ LINE も増えるぞ、お前に。そうです。いや、ほんとそうですよ。はい。家でずっと料理してるんですか、僕。最近料理が。最新ゴシップ。最新ゴシップ。家で料理をしてる。タメは家で料理をしてる。それ大丈夫か言ってよ、お前。本当かそれ。書き込み禁止ですよ、リスナーの皆さん。オードリーのオールナイトニッポン。さあ、ということで、春日さんへのご褒美ということで、タメが、はい、ね。タメが来ましたからね。早速、ちょっと、タメ越し。そうですね、はい。お願いしていいですか？まあ、2ヶ月前より、ちょっとね、アグレッシブにね、行きたいと思うね。うん、行こう。アグレッシブ、アグレッシブをね。アグレッシブ。タメのアグレッシブをちょっと。あ、アグレッシブ、アグレッシブ、アグレッシブ。いや、それなんかもう、ゴシップじゃないよ、はい、そうですか、アグレッシブ。あ、もう攻めすぎない。一応、ほら、うちのね、番組っていう。そこは大丈夫です。もう、そこはもうちゃんと、考えてきてますので。大丈夫、はい。お願いしますよ。これはですね、芸人さんのお話なんですけど。じゃあいいね。はい、芸人さんなんですけども。いや、いいじゃない、最初にしたら。人気お笑い芸人、うん、人気お笑いコンビの、大野圭さんの話なんですけど。大野圭、ちょっと待って。はい、コンビで、人気お笑いコンビの、大野
で、K さんですね。こちらの。オリラジは K いないしな。オリラジ？オリラジってなんか。オジンオズボン。O の K さんの。オードリー。うん。はいはいはい。の K さんのゴシップの話なんですけどもね。はい。いいよ。まあ基本的にこの人っていうのはですね、まああの、とにかく損をしたくないというか、もうケチンボで。ケチなの。はい。で、まあ自分のまあ財産を削られるのが嫌だと。はいはい。今日そういうスタイルの方なんですね。で、あの、まあ、いろんな方がちょっと僕、話を、はいはいはい、あの、足で稼ぎまして。やっぱり稼ぐ。はいはい。まあ、足で稼ぐためなんでね。例えばですね、元 K ダッシュの、後輩芸人の愛さんとか、あとはですね、K ダッシュ ?K ダッシュの、元 K ダッシュの愛さんとか、あとは、あと、T パチオードリーの、D の。食べ食べ。そうですね。D の？M さんですか？あ、M さんね。M さん。あ、あと SM のダウンタウンとか。もうやってらっしゃるからね。その方にもちょっといろいろ話を聞いて。M ちゃんだね。M ちゃんですね。はい。大柄な M ちゃんですね。大柄な M ちゃんからちょっとね、いろいろ聞いた話なんですけども。まあまあ結構その飲み会を普段やるらしいんですけども、その店選びですね。基本的な店選び。基本的にはですね、飲み放題、食べ放題。これかマストですね。やっぱり。これマストですね。大野 K さん。大野 K はですね、飲み放題。あ、そうですね。英語表記だと A の K さんですね。そうだね。英語表記だと A の K。よく間違えられる。そうですね。日本語だと O の K。で、あの飲み会は飲み放題、食べ放題、マスト。で、まあ、さらにクーポンが使える店だったら、もう O の K 大好物です。あ、クーパーとかでも。もう大好物なんですね。でね、まあ、そのお店を選んで、お店入るじゃないですか。で、しばらくちょっと、座って落ち着いて、それ店員さんにクーポンをこう見せるんですね。大野 K は。で、大野 K はクーポンを見せたらですね、まあ、たまたまその日が、まあ、土日とか、すごい忙しい日で、そのクーポン使えませんよって言われちゃったんですね。そしたら、大野 K、その店、出ます。嘘でしょ？その店出ます。一回座ったのよ。一回座っておいて。水が出てます。はい。水を一口飲んでクーポン出して、その店出ます。水泥棒じゃん。水泥棒です。北斗の拳に出てくる。大野 K は水泥棒。はい。キャッハーの人じゃん。そうです。はい。もう若林さん、本当その通りです。はい。怖怖いんですよ。とんでもない怖さです。びっくりします。そんで、まだ一からお店を探して、もう1時間ぐらいお店を探して、なんとか飲み会に入るという。めんどくさ。こういうめんどくせえ、こういう大野 K だね。大野 K。大野 K、まあこれがベースゴシップですかね。まあなるほどね。ベースゴシップね。これがベースゴシップです。うわちょっとこれまあ名前はさすがに言えないんですけど。そうそう、本当この話でも。本人が嘘ついてない限り、本当です。はい、これそうです。本人が嘘ついてない限り本当ですね。本当なの？それで。本当だよ。おい、タメ！はい。おい、ちょっと飼い犬に手噛まれたな。いや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 、飼い犬だったの？飼い犬だよ。まずそれがびっくりだけど。がっちりもうね、大野圭さん。チェーンで繋いでたのに。そうなんです。はい。おい、そんなの。ケチだなぁ。まあまあ、基本ケチなんで。まあまあ、でもこれはまあ本当にベースのベーシックなやつですよ。あの、M ぐっちゃんも来てますよ、今日。なんでいるんだよ。初めてじゃない来たの。初めて来て。何しに来たんだよ。あの男忙しいはずだろ。二人会うのは花火大会以来じゃない。いや、そんなに。M ぐっちゃんが女に凍ったビールを。そうそう、泡のね。フローズン生を。フローズン生。フローズン生。並んでた。そう、あの、あれだよね。レスラーのフローズン生だよね。フローズン生だろ。フローズン生、選手が。ねえ。入った神宮にいたよ。そうなんですよ。情報入ってる。情報はもうバンバン入ってますね。いや、そんなのいらないの。ちゃんとしたそうなんだ。そうなんですよ。未だに、まあまあ、でもイメージ通りだなと思いながら。ただ、あと、その男同士で飲むときはまあそういうとこを使うんですけども、女性がいるとまたちょっとね、王の系また違うんですよ。それはもてなすでしょ、女性は。王の系の話はいいだろ。王の系はですね。なんで続けんだ、そのライン。王の系、女性の方と飲むときはですね、常にカラオケスタートです。カラオケですね。しょっぱなカラオケスタートダッシュ。はい。これ、大野 K ですね。で、まあ、大野 K にはもう本当とても都合がいいんですよね、カラオケっていうのは。まあまあ、個室だし、まあ、こじんま
りして、いろいろできる。あ、それで何よりも、うん、大野圭が大好きな飲み放題があると。あ、もう全部完璧なんだ。完璧なんですよ。うん、だ飲み放題があるぞと。大野圭も飲み放題って言っとけばもうすぐ行っちゃうんですよ。飲み放題ありますね。バカですよ。バカなの、大野圭。大野圭はバカですよ。飲み放題ありますよ。おい、行く行くっす。ほんとバカなんだけど。いい加減さ、もうお金使ってほしいけどね。そうなんですよ。だから夢がないなっていう僕の中では。いや、夢がない、夢がない。人気芸人さんなんでね。それで、まあまたですね、まあ、大野圭はですね、まあカラオケ入るんですけども、すぐ女の子呼ばないです。なんで？なぜか、なぜ女の子をもう呼ばないのかって言ったらですね、大野圭、女の子を呼ぶ1時間前に入ります。え？1時間前に入るんですね。うん。それなぜ1時間前に入るか、大野圭、ミスチル練習します。ため気持ち悪いなやめろよ、ため本当に。出せんすよ。大野家、ミスチル。出せんすよね。そう、お前のなんか主観入れてくるんだよ。あ、そう。大野家、もうミスチル練習して、喉パッカー開きます。喉パッカー開いて、ミスチルとスピッツ練習します。そうなんですね。大野家が M と S を練習する。そうですね。M と S を練習する。何の曲練習するの？何の曲練習するの？いや、トゥモロー・ネバー・ノーズ。はい。スピッツ。スピッツは、その空を飛べ、空を飛ぶ。もう空も飛べるはず。チェリーとか。チェリー、一節聞かせてよ、じゃあ。君は、ふん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 。知らねえのかよ、お前。全然大坪さん笑ってる。待ってくれ、大坪くん。これはね、これはもう、正直に笑ってほしいよ。こんなこと言うの恥ずかしいけど。結構喉パッカ開いて、で、基本は原曲キーの4つ下げですね。声低っ。声低いな、原曲キーの4つ出ないのよ。大野圭声低い。もうさ、4つ下げるようなやつが練習すんだよ。どうでもいいよ、もう。4つ下げなきゃなんか練習するんじゃないか、それは。いいよ、多分。もうそんならじゃなくてさ。あ、すいません。もっとなんか俳優さんとか女優さんとか。いやいや、まあまあ、まだあるんですよ。だから、喉ばっかり開いて、でも、M チルとかね。そこはいいだろ、もう言ってんだからさ。言ったらさ、歌うんですけども、他にも最近、レパートリーが増えたらしくて、最近ですね、意外と、ももクロ歌うってそうです。嘘。いや、この情報は聞いたことない。これはちょっと。やめろよ。これ、え、若林さん、ご存知でした？やめしろよ、言うなよ。ももクロ意外と歌、しかも、メジャーなその怪盗少女、行くぜ怪盗少女とか、結構メジャーな曲があるんです。そういうとこ歌わずに、結構渋い、さらば愛しき悲しみたちをっていう、布袋さんが作った曲とか、結構何曲か知ってらっしゃるんですね。それを歌ってにもかかわらず、表に出さない。こういうダセーとこがあるぞっていう。聞いて、電話して聞いてみた方がいいかな。誰王の刑に。王の刑に電話して聞く？何わけわかんないこと言ってんの。何わけわからんこと言ってんの。え？聞かなくてもいいよ。王の刑に。そうですね、確認。え、それ何？ももクロ好きなの？まあ好きだね。何今の。何今のやりとりだね。好き好き。いつから好きなの？いつからだろうね。いつからだろう。いつからぐらいだ？結構前から。なんでさ、ももクロ、2年ぐらい好きなの？お前の。え、ちょっと待って。2年、ちょっと電話してみようかな。誰に電話すんの？いや、出るかもしれない。じゃあ、俺、大野圭、分かったから。はい。だから別に声だけあれすればいいでしょ、だって。うん。ほうほう。声だけ。ああ。あ、そう？大野圭。聞いてみたらいいじゃん。確認はした方がいいかもしれない。ちょっと電話してみよう、大野圭。ちょっと。これ番号知ってるから。大野圭の番号知ってんだよ。うん。あ、はいはい。ちょっと聞いてみるね、俺。はい。3、4、9。おお、ちょ、待って。最後の一つだけだろ、数字言ってんの。いや、それを言っちゃうとさ、ほら、かかる前に言っちゃうとさ、ね、あれ出ない。あ、出ないぞ。お、あれ大野家、俺が思ってる人と違うのかな。あれ違うな。あれ
もしもし。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 はい。ちょっと一つ聞きたいことがあるんだけども。おお、何？モノノフですか？モノノフ。いや、そんなんいらないのよ。切られた。でも俺今、加瀬さん初めて、こう、携帯が目の前にあって電話ガチャ切りしたから、初めてガチャ切りの音を聞いた。ちょい遅れで。時間差が、こうなってるんだ。あ、そう、モノノフ。モノノフらしいんですね。ちょっと、歌ちょっと一節聞かしてよ。さらばなんとかの。さらば、どんな？あんま知らないんだ。あんまわかんないんだよな。練習してる段階だから。誰推しなのよ、モノノフとして。うん、アーリン。アーリン推し。あー、好きそう、好きそう。わかるわかる。ピンクの。いや、それは初だね。聞いたことない。結構これもう、足で稼いだ情報なんですね。そうね、やっぱりその、好きだ。タメもそうか。タメも、まあ、そうですね、一応。モノノフ。モノノフなので。それがもうバーンって言っちゃったから、まあ、後から言い出せないみたいなさ。いや、でも言ってくれたら、そういう大野圭さんにはもう親切にもう、教えるつもりではいたんですけども、こういう形でしてしまったんで、なかなかちょっとなんか恥ずかしいのかな、みたいな感じなんですけども。なるほどね。でもいいよ、その大野圭の話は。大野圭さんはすごいです。前回みたいなやつくれよ。全、いやいや、結構、だから僕はパンチのあるやつ用意してますから、本当に。そんなパンチ。だからそのカラオケもあれですよね、本番では女の子がいる状態では、大野家は自分で曲入れないんですよね。うん。どういうことですか。大野家は、大野家は自分で曲入れないですよ。なんだ。それで、まあその場にいた、その、D の M さんに、はいはい。M ぐっちゃんね。M ぐっちゃんさんに、まあ強引に曲を入れて、いやいや大野家が歌って、つって。ああ。それはまあ前回そのね、ラジオとかでも言われてた。流れがあるんだ、そういうパッケージがあるんですよね。で、大野家、いろんなパッケージがあるらしくて、その飲み会で、なんか大野家突然カバンから、鳥のささみの燻製を出して、おい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 、食べ、おもむろに食べ始めるっていうくだりがあるんですね。カバンから鳥のささみ出して。筋肉のためにね。筋肉のために。それで、まあ後輩芸人の愛さんが、まあそれ何ですかって聞かなきゃいけないです。マストで聞かなきゃいけないらしくて。何何それ。それで聞かなきゃいけなくて、それ何やってんですか、勝谷さん。あ、ケイさん。おい、待て待て、おい、食べ、おい、お前なの。いや、ちょっと待って、それはルール違反だぞ。あ、そうそうそう、今日イニシャルトークで行くって言ったじゃないかよ。ケイさん、ケイさんです。ケイさんですね。おい、そこをこう外したら、あ、失礼します、信頼失うぞ。すいません、すいません、すいません、この関してはね、すいません、申し訳ない。頼むぞ。すいません、申し訳ない。イニシャルで行けよ、イニシャル。大野ケイさんですね。大野ケイがね。大野ケイさんが、まあまあ、そのささみ食って、それ何ですか、何やってるんですかつったら、まあ、今、ボディービルやってるから、つって、それでその後、女の子に筋肉を触らせるっていう、そのパッケージが、その流れに、一連の流れがある。食べなくてもいいもんね、別に。そうなんですよ。あと、持ち込み禁止のとこで食べてんのは、本当ちょっと、いや、まずいね、これは。いや、持ち込みは大事。持ち込みは OK のとこだから。本当それ。本当本当本当、そこはね。いや、俺は、持ち込みダメなところで、持ち込んでると思うんだよね、お前が。いや、それはね、持ち込んでないの。うん、M グッちゃんがほら。M グッちゃん。フローズン生が。フローズン生選手。うん。うん。持ち込んでるぞ、この野郎って言ってるよ、ほら。持ち込んでる。リングサイドから。リングサイドから。エプロンからなんだ、この野郎。入ってこない、この野郎。エプロンから吠えやがって、この野郎。それで触られたいんだ。そうそう、もう触らせる。筋肉はそうしたらそうしたいんだね。そう、そんな流れがあるらしいですね。エロ親父だよ、普通に。エロ親父。いや、で、エロ親父で言ったら、その合コンとかも、終盤に差し掛かったら、まあ、その気に入った女の子に、膝枕を。嘘？あ、そうですよ。大野圭さん。大野圭膝枕って分かってんの？大野圭膝枕。頼むんですよ。ダメよ。気に入った女の子の。なんなんだ、その遊び方。そうですよ。膝枕を。ダセー。そうだ、基本ダセーですよ。なんかさ、そうだ。そうだ、酔ったふりして、その、酔ったふりして、膝枕。でも、もう、計算ですから、それで動けなくさせるんですね。ああ、女性を抑えるんだ。膝を抑えて、それで後輩の愛さんに、大事な先輩だから、あとは頼むね、っていうふうに女の子に言って。間やんね。間やんです。
おい、アイダやん。アイダエンさんに。アイダエンさん。アイダエンさんにその、あの、マスのフレーズを言わせて、みんなを帰らせるっていう、そういう一連の、まあ、パッケージがあるらしいんですよ。じゃないよ。結構だな。結構じゃ、その何、何、うん、その、どうなの、膝枕してからみんな帰ったらどうなるのよ。いや、どうなるの、いや、もう、いやいや、それはね。ちょっとさ、うん、マジの話さ、うん、その、合コンで持ち帰って、うん、その、挿入するまでの話、全部聞かせてくれない全部聞かせてくれないもう、もう、描写も忠実に。いやいや、それはもうこれでちょっとこっちの方で、これはそれはこれで オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。ちょっと大野家が、あの、はい、モノノフで、まあ、膝枕っていうところまでね、そうですね、はい、大野家の話いいじゃない。大野家は、はい、そうですね、膝枕、うん、まあまあ、でも女性に対して、うん、まあ、最近ちょいちょい、あの、ヒルナンデス見てるとか、うん、明日ヒルナンデスだからさとか、あの、やたらあのヒルナンデスに出てることしますけど。大野圭は、あの、H ナンデスで、H ナンデス、そうですね。ケーツ役してないよ。その活躍をすごい、なんか、言うらしいですよ、最近は。はい、全然活躍してないよ。あ、そうなんですか、うん、まあね。うん、そこをなんかすごい見てほしいというか、まあ、見てほしいんだ、それを。なんかそういう。ライブ感があるらしいから、やっぱりね。生放送だし。やっぱ聞くんですか、そういうふうに言った方が。まあ言った方がというか、その、うん、なんかその、距離が近くなるじゃない。うんうん、それでね、生だしさ。ああ、生、うん。生を見てる。その瞬間に同じさ、ものを見てる。でそう、距離がね。うん、いや、大野圭の話はいいのよ。大野圭の話。もっと他のやつ頼むわ。そうですか。まあまあ、でも、じゃあ人気お笑いコンビ。うん、大野圭さんの話なんですけど。今のじゃあは何のじゃあ、はい、なんですけども。はい。無駄遣いすんなよ、じゃあ。まあまあ、そうですね。まあ、タクシー乗るじゃないですか、普通。まあまあ、普通の烈行さんなんで、タクシー乗って、降りる寸前に、メーターが上がったら、そこでは降りずに、だいぶ進ませてから降りる。何それ。ちょっと怖いんですよ。え、だって家が遠くなるでしょ。お、ちょっと、だから、家まで、直前までお願いしますって言って、それで家直前です。メーターが上がったら、うん、家通り越して、うん、だいぶ進んでから降りそう。それ何それ。いや、そこがちょっとわからないんですよ。うん、誰、どういう義務なの。だから、それは、次、大野圭って言ったら、だから、それは。ああ、しまったー、バレる。騙された、はめられた。バレちゃう、バレちゃう。まだわかんないやつの方が、うん、このラジオのリスナーだと多いだろうから。そんな程度なの。ですが。バカばっかりだから。誰だろう、大野圭。大野圭。いっぱい調べてね。いや、だから、それはね、一応、一応ってか、その、降りる、まあ、自分の家だろうが、目的地だろうが、はい、降りるところまで、そのメーターをこう見てるわけよ。はい、で、ジャストで降りられれば一番いいけど、はい、減るじゃん。三つぐらいのさ、だからその、料金上がる表示、はい。あれを見て、うん、最後の一のところで、運転手さんに声かけてんのに、うん、その、止めるのが遅かったりとかね、あする場合があるのよ。うん、基本的には、そう。上がる、家の手前で止めたら上がるなら。上がるなら、うん、その、あるじゃない。次の3つ使い切れないなと。うん。上がるならメーター止めよう。上がるなら、メーター止めよう、タクシー乗車。下手だな。
それも行き過ぎたね、やっぱり。行き過ぎたね、だいぶ奥行ってから降りた。戻んなっけ、ね、うん、で、遅くなるからね。もう下打ちするらしいんですよ。だからもう超えたら。めっちゃ怒ってるらしいですよね。だからその統計は。いや、それはちょっとよくわかんないわ。でもなんかお前のケチさの何かを象徴してるな、その話な。そうなんですよ。自分が不便でも奥まで行こうってことになるんだな。うん、はい、怖いんですよね。だからそこ怖いね、それ。怖いね。だ怖いシリーズだと、もう一つそのさっきの。いや、もういいんだ、王の系。あの、王の系。あの、カラオケでですね、うん、まあ飲み放題があるじゃないですか。うんうん、それで、まあ、値段、あの、とにかく、値段が高いものを注文しろと、うん、あの、その場にいる人に強要するらしいんですよ。だから例えば、その、普通に緑茶杯を頼もうとしても、それやめろって。うん、もう、蜂蜜何々サワーを頼めと。もう、そういう、もう、ちょっと、単価が高いものを頼ませるんですね。ああ、そういうことね。単価のことか。うん、そうです、そうです、そうです。だからもうその、だからそのな、飲み放題の中だったら別に何頼んでもいいじゃないですか。うん、それをもう強要するらしいんです。だからせっかくだ、自分以外の人にも、そうしてほしいんだ、うんうん。うん。やっぱそうだね。うん。そのせっかく飲み放題なんだから、うん、その中で一番ね、単品で頼んだら、うんうん、いい値段するやつを、高いやつを頼まないと。損だろ？怖い。怖いんですよ。だからその時にウーロン茶とかをと、うん、頼む女がいたら、うん、その女はもうなしらしいです。もう緊張しちゃうじゃん。緊張しちゃうんですよ。で、わかんない。普通の人にはどこが切れ線か。そうなんですよ。とんでもない、もう、わかんないですよね。あ、そう。もうわからないですよ。怖い。とても怖い。怖い。大野系。大野系怖え。大野系怖いんですよ。うん。結構怖いわ。いいよ。あと、うん、あ、これってなんだよ。あれですね、うん、あの人気芸人のですね、うん、大野圭なんですけども。なんで新しい登場人物。大野圭なんですけども、ね。違う人かもしれない。同じだよ。違う人かもしれない。他に誰がいいんだよ。え、大野圭って他に誰がいるの、出してみろよ。話なんですけども。見えたのか。そのさっき出たあの M ぐっちゃんさんと、はいはいはい、結構あの旅行をね、はい、二人で行くらしいんですけども、うん、まあ、うん、とにかくケチでつまんないらしいんですよ、その旅行が。ケチがゆえにつまらない。ケチがゆえにつまらない。とんでもなくつまらないらしいですよね。やめろやめろ。でもそれはもう王の K は、もうプライドはありますし、うん、プライド高いんでもケチだと思われたくないから、うん、ことあるごとに、うん、税の極みだなって言って、うん、その一緒に行ってる人を勘違いする。すり込むんだ。すり込む。そう。勘違いさせる。そう。もう麻痺させるんですね。うん。すり込むよ、ね。あなた、税の極みをしてるんですよっていう。あ、それで税の極みだなって言うんだ。なんか。自分の旅行肯定するんですよね。ああ。だから、それをうすうす、なんか気づくから、うん、聞かされてる方は、うん、うるせえなって思うんだね。そうです、そうです。だからそこがつまんないにつながるんですけども。つまんないんだ。つまんないらしいです。で、一回なんかそのゲロ温泉にね、うん、行った時の話なんですけども、うん、足湯に使って、うん、缶ビールを飲んで、うん、税の極みだなって言った。いや、税の極みだろうが、足湯缶ビールは。いや、それは Z の K じゃないよ。ゼ、もうこれは、いや、税の極みでいいだろう。なんで一回出たやつを、か出る前に隠してよ。あんまり直はまずいよ、税の極み。税の極みいいだろ、別によ。いやいや、一回ごとになって。本当に。失点になるわけじゃないですか。言うごとに。ならないよ、普通の言葉だろ。だからもう、本当は、M ぐっちゃんさんも、もう結構だからもうつまんないし。つまんない。旅行がつまんないって最悪だよな。そうそれで、なんとか、その旅行でもなんかハプニングとか、なんか面白いエピソードとか生まれたらそれそれでいいじゃないですか。そのハプニングとかも、起こそうとしないし、その起こる行動、起こるような場所に行こうとしないらしいんですよ。どういうこと？だからその、言ってしまえばその、こういうね、ラジオとか、番組とかで、もちろんもちろん。そのエピソードトークとして話せる種になるじゃないですか。欲しいよね。そういうのを埋もうとしない。埋ませようとしない。それでいて、実際現場に来たら、フリートークねえんだよなとか言うから、そこがムカつくって言った。
なんかこう歯切れ悪いよね、うん、その芸人。そうなんですよ。だから大野系って売れねえんだよな。待って待って待って。大野系、そうなんですよ。うん、そうなんですよ。らしいですよ。だから結構なもうそういうのは直した方がいいんじゃないですかっていう。なるそれは直した方がいいんじゃない？じゃあそのまあゴシップも含めたその クレームというかまあそっちを直してほしいところっていうところでなんか。自分だけならいいけどね、やっぱり。楽しい。もう、アイダヤンとかね。うん。ぐっちゃんとかはちょっとね、はい、思うわけだよ、それは。まあ、一緒に何かやるんだったらもうね、楽しい方がいいもんな。楽しい方がいいです。うん。だから、その、W バイスさんと行くときはすごい楽しいって言ってました、だから。ああ、M ぐっちゃんが。M ぐっちゃんさんは。いや、だって普通のことしてるのに、グアム行ったんだけど、はいはい、すごい楽しい、楽しいって言ってたもん。普段どんな目に遭ってんだろうなって普通の場所行ってるだけなんだけどね。いやいや、なんかタクシーなんか乗らしてくんないよって言ってたもん。そうなんですか。大野圭は、大野圭は、あ、もう台湾でタクシー乗らなくて足の裏の皮ズルズルになってますから。確かにね、確かにそうだったらしいよ。いやいや、かなりだからしんどい、電車乗るしね。それがやらしいですよ。もう嫌だって言ってました。昨日もクジラさんに聞いたんだけど、大野圭はゴルフ行っても絶対キャディーさんつけないなって。え？お金かかるでしょ、キャディーさんって。かかるかかるかかるよ。だからもうボールをみんな血まなこになって探さなきゃいけない。長引いちゃって後ろ使えちゃってって。そういうのはあるらしいです。いいのよ、それはさ。あと、そうですね。まだあるのかい？芸人の大野圭なんですけども。これ誰だ？いいよ。誰だって。ファッションについてなんですけども。大体ファッションって大野圭さんのもらい物らしいんですね。ファンの方から。ファンの方からもらう。まあまあ、そのファンの方がもらってきてるっていうのも、まあ、出せって言われても、なんかそのファンからもらったからっていう。まあ、予防線張ってるっていう。ああ、そういう噂があるんだ。そういう噂があるんですけども。だからその、ある時、真っ白なシャツに、シャツに、フード付きのパーカーを着てて、それで、まあ、フード被っちゃうんですけどね、その大野圭は。大野圭さ、必ずフード被るんだよ。そうです。だから多分それももったいないと思って。なんですよね、多分。フード使うから。フード使わなきゃもったいないっていう精神なんですよね。いや、でもね。彼の考えでしょ。でも、それは理解できるわ。いや、でも今までタクシーの理論から言うと。ついてるから使っちゃおうっていう、そういう感覚ですね。あ、それでつけてんの？はい、そうです。なんか本当に、一旦ベンチに下がったマイケル・ジョーダンみたいなフードの被り方で、名古屋の駅歩いてたりするんだよね。まあ、かっこいいってなる。笑ってんじゃねえぞ、そうです。笑ってんじゃねえぞ。そう。後ろにふんずる返って笑ってる場合じゃないんだよ。壊れねえかな、その椅子。背もたれの部分悔しいね。そうなんですよ。まあ、白シャツに、まあ、そのパーカーを着て、かぶって。で、ぬぐちゃんさんはそれ見て、養蜂場見てだなっつって、それなんかすごいいじったらしい。はいはい、かぶってるから。かぶってるね。そしたら、それ以来着てないらしい。気にしてんじゃねえよ。気にしてんじゃねえよ。脱線っすよ、だからもう、いろいろちっちゃいというか、ちっちゃいよね。ちっちゃいっすよ。エピソードが。そんな飛ぶっすよ。それもなんかね、マスターズでね、イタリアの選手だから、もっと大きくいてほしいけどね。そうなんですよ。だから、その、例えばその、M ぐっちゃんさんが家でね、AV を、大野圭の AV を、DVD をですね、3本借りたらしいんですよ。そしたら、3日後に、早く返してくれっていう。3日後にすぐに。いや、だって3枚くらいでしょ。もう取らねえよ。そうなんですよ。いやいや、絶対取るでしょ、それは。いや、何ですか、それは。絶対3日だ、大丈夫。人間そういうもんなんだよ。3日ぐらいならさ、貸さなければいいじゃん。3日ぐらいで返してっていうなら。それ返して、それ高いレンタル屋じゃねえんだから。今、どこだって1週間借りれるぞ。いや、1週間はなんか絶対忘れるから。いやいや、3日だったら忘れんだから、人は。けど、君はスケールが基本的にちょっと小さいというか。いや、そんなことよりさ、お前さ、何人セックスしてんの？何の話なんだよ。いや、その、なんか、コンパとかキャバクラで遊んでさ、でもさ、そのさ、何人セックスできてんの？そのコンパして。じゃコンパ何回中、大体でいいよ、はっきり覚えて。何回中何回、そういう大人の関係があったかだけ、ちょっと、お前じゃないやつのゴシップ話すみたいに話して。大野圭はってちょっと話して。
いやね、あるんですよ、私もゴシップが。聞かしてよ。カススポ。うん、ガススポ。ガススポ。とんでもなさそうだな。ガススポある。あのね、うん、お笑いコンビのね、大野家いるじゃないですか。誰だ、うん、大野家。ああ、まあまあまあ、あんま考えない。うん、にの、ついてのね、まあ、ゴシップなんですけど、うん、結構ね、いわゆる女子とね、飲んで、合コンをね、いわゆる、結構するんだ。結構するらしいんだけど。で、まぁ、あ、結構深い時間からするらしいんだけどね。うんうん、その方がなんか手っ取り早いっつって。いろいろ挟まなくていいからね。夜から出た方が。挟まなくていいから、遅い時間だと向こうもそこそこ飲んだりとかしてる場合が多いから、そっからがいいっつって、だいたい開始がもう1位とか、はいはいはい、それぐらいのやつをやってるらしいのよ。どうやら。で、まあなんだろうな、だいたいやることは毎回決まってるんだけどさ。さっきね、タメが言ったようなことを。で、まあ、どのぐらいだ回数が、うん。そこそこやってるらしいのよ。うんうん、もう、ここ何年も。うん、通算で言ったら50回、5、60回行ってんじゃない?5、60回コンパしてんだ。あくまでも噂だからね。本人だってね、わざわざつけてるわけじゃないよ。ジェームス・ミキじゃないんだからさ。つけてるわけじゃないのよ。別に。いや、そこ名前伏せない。うん、あ、そこ ?J。あ、J はJだから。アルファベットの J だから。うん。J、ムスミキだから。うん。あ、ごめんごめん。そうよ。これは俺が気づかなかった。うん、これ。J、ムスミキじゃないんだから。うん、5、60回やってる。5、60回はやってるな、うん、通算で言ったら、もっとやってるかもしれない。うん、で、うん、これがまた、うん、ねえ、うん、毎回毎回いけるわけじゃないらしいね。それは、うん。それでもそうじゃない。うん、ね、うん、で5、60回、まあ、やって、うん結果、うん、10回ぐらい。リアルな話。らしいね。リアルな話だ。どうやら。そのぐらいだろうなって。噂よ。うん。オードリーのオールナイトニッポン。ちょっとタメスポが火を吹いてますけど。はい、ありがとうございます。もうないよね。さすがに、大野系ゴシップは。他のよ、他の。大野系ゴシップ以外でですか以外がいいよ。いいですか、うんうん、違う人に頼むよ、そう、それよ。今すごい活躍中の、おうおうおう芸人コンビ、うん、大野系の話です。誰だ大野系待って待って、見出しを変えてるだけじゃねえか。大野系の話。登場人物みんな一緒だろうね。そうですね、大野系の話なんですけども。あまあちょっと戻るんですけども、基本的に飲み会がもう1時、てっぺん、公演の1時ぐらいに集合して、うん、まあ女性も呼ぶんですけども、うん、基本的にまあタクシー代は出さないんですよ。でもその終電もなくなってるのに、うん、まあもう来れる人を呼んで、うん、それでタクシー代をもう自分で自腹で出させる。自腹なの？自腹で出させる。来る時も？来る時も。で、途中での終電、始発前に終わる時も、タクシー代は出しませんし、基本は。で、タクシー代を背広女は基本的にはなしだと。うんへぇそういう。呼ぶのにね。そうですよ、はい。だウーロン茶とタクシーダイヤの NG なんで。向こうも、でもさ、うん、それを言ってはいないからさ、はい、タクシーで呼ばれて行ったはいいけど、タクシーで一向にもらわないなって思ってるだろうね。いや、思ってます。でも言えないじゃないですか、やっぱ自分からは。確かに、確かに。うん、そうでも、ね、やっぱ基本的にそういう女性も結構多いんで、うんうん、だから、二人で飲むことが結構あるらしいんですけども、うん、その、エムグッチャンさんと。はいはいはい、はい。で、結局二人で飲むときは、シャバゾーナイトだな、つって。何それ、うん、今日はシャバナイト、今日はシャバナイ、シャバナイだな、つって。何シャバナイ、シャバナイ。どういう意味それ。まあなんか、まあシャバイ。まあ、ビーバップ。ビーバップ、うん、シャバイ。シャバゾーン。もうシャバ、もう本当にもうしょうもない。ダッサい飲み会だな、今日はみたいな。シャバゾーン。今日は、うん。で、今日はシャバナイだな、つって。二人で、杯を、ね、お酒を交わすらしいですよ。はい、それはシャバナイっていうね。シャバナイっていうらしいですよ。いいよ。結構あるらしいんですよ。まあね、そうですね。まあ、ね、そんなにもう今日の。大野系はもうないでしょ。大野系は。もういいだろう。ちょっととりあえず一旦置いといて、ね。ああ、もうそうだな。すいません。そうですね。最近すごい、テレビとか、レギュラーもいっぱいある。うん芸人の、大野系の話なんですけども。はい。大和教授か大野系。大野系。いや、大和教授じゃん。系はね、大和教授ってこと
いや、もう、芸人さんじゃないしね。王の K の話なんですけども。大和教授じゃないよ。王の K の大和教授しか王と K いないから。いやいや、ちょっと、いるだろう。これ以上はちょっと言えないんですけども、はい。王の K の話、王の K の話なんですけども、最近ですね、あの、ディーキディーキキャンプの、エスミスさんから、ちょっと、聞いたお話なんです。ディーキディーキキャンプ。ディーキディーキキャンプの、はい、はい。S キーの構成作家でも、はい。スッキリって何？ディーキディーキキャンプの、エスミスさんから聞いた話なんですけども、王の K、最近土地を見に行ってるそうです。いや、これはビッグボシップ。ビッグボシップ。ビッグボシップ。はい。エスミス、おい。最近土地を見に行ってるそうです。いや、ビッグボシップね。ディーキディーキのエスミス。頼むよ。土地を見に行ってる。土地を見に行ってるそうなんですよ。電話で聞いてみようかな。いやいや、電話はまだ深いよ、時間が。ちょっと、ディーキディーキ、ちょっといいですか？たまたまいたんで。たまたま言わせて、ちょっと。いや、もういいだろうが。ビースの方に入ってきた。どうも。ディーキディーキキャンプの。エスミツです。最近なんかムツゴロウさんね、俺。ムツゴロウさんじゃないですよ。ムツゴロウさんじゃないですよ。帽子かぶってますけどね。ムツゴロウさんじゃないですよ。メガネして帽子かぶってる。動物は好きですけどね。いや、それよりよ。ムツゴロウは置いといて。大野家ね。大野家。いや、大野家が、実家が、ティコロザワにあるんですよ。で、実家近くの土地がいくつか空いたみたいで、最近ね、実家に帰った土地を見てる。おい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 、エスミツよ。でも家建てる気なの？いや、わかんないけど、でもどの、いつのタイミングで買えば得かっていうのをずっとこう、測ってるらしい。ちょっとね、それはさ、どういうことなの、カスガ。おい、いや、ちょっとカスガって呼んだだけじゃない。そうかな。うん。どう思う？お前はどう思う？今の話。そうだね。ちょっと気な臭いね。うん。いや、そんなこと聞いてね。気な臭いかどうか、内容聞いてる。いや、だからなんか狙ってんだろうなって思うよね。積むのかな、その、大野系は。いや、住むのか建てるのか。え、だってそしたら、ティコロザワから通うことになるでしょ？だから、あれなんじゃない？うん。私思うに、やっぱりその、相場を、見て、ティコロザワの。それがいわゆる、まあ、底根じゃないけど、そのティコロザワより遠くに、まあ、住む予定がないんだ、多分ね。あ、ラインになってんだ。そう。で、そこで、この、上がってくるわけ、東京、ティー京に、こう、徐々に、それこそ田無とかさ、清瀬とかさ。それは普通に言うお前、イニシャルトーク下手だな、ね、いろいろこう、石神公園とかこう上がってきて。西武線らへんは言うんだろ。あの辺別に隠す必要ねえからさ。失礼だね。で、上がってきて、その、どう変わるのかっていうのの、まずスタート地点なんだね。あ、スタート地点として。じゃあ、そろそろ家建てるシフトに入ってんのかな？実は結構前から土地は調査してて、で、税金が上がるタイミングとかもあった、消費税が上がると。そのタイミングの前後とかもなんか見計らって、税理士さんとかに相談して、どこが一番得かっていう。え、土地を相談してんの、税理士に。いや、買うタイミングが、税金上がる。え、でもさ、そうかもね。お前もしかして結婚してんじゃねえの？もう、なんかいないご新聞持ってんの、その、大野家が実は、K してるっていう。数年前に、K してる。K して、K も、二人いるって。大野家は家庭に憧れが多分あるのよ。すごく。もうね、決めたらいいのにね、うん、それ、あれはどうなってんのよ。それこそ、そろそろ時間だけど、大野家の猫カフェだっけ？ドッグカフェか。お前なんか持ってない？そのゴシップ。ドッグカフェ、後になってから、どんちどうなってるか。どうなってるか？うん、今。それで締めようよ。カススポ？うん。あ、まあね、ちょこちょこはどうやら大野 K は、コンタクト取ってるらしいのよ。うん。だ前回ラジオで話したのが、その年度末ね。はいはい。行ってその襲われたみたいな。はいはい。話を大野 K はね、なんか嬉しそうにしてましたけども。私も聞きましたけどね。
どうやらそっからもちょこちょこ、あったりしてるらしくて、うん、どうやらその、ケマルちゃんだよね。いわゆるね。このラジオで、ね。ビッグカフェの、うん。ケマルちゃんが、うん、ちょっとその、ワイビアを欲しいみたいなね。ワイビアを買ってほしいみたいなことは、なんかちょっと匂わされてるらしいね。どうやら、大野K は。で、大野K は、どういうことなんだろうっていう、ふうにいろいろなんかこの、思案してるらしいよ、どうやら。って言ってたよ。ってことは、買ったらもう付き合うってことになるからってこと。そうだね。あ、それを思案してるんだ。思案してるらしい、大野K は。さて、今回以上と。ありがとうございました。いろんなご紹介できましたけど、思案してるで終わります。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中。オードリーのオールナイトニッポン。ニチレイプレゼンツ。オードリーのオールナイトニッポン。男の料理。毎日発表されるとても男らしい料理名がどういう料理かを答えてもらうコーナーです。先週春日さん不在ではありますが、私が決めさせていただきました。今日の料理は何でしょうか。戦場へ向かう軍艦巻き。はい、ということでございます。ラジオネーム琴の侍。シャリが火薬ご飯になっている。戦場へ向かう ね、うまいですね。ラジオネーム琴の侍。海苔ではなくキャタピラで巻いてある。なるほどね。これもなかなか琴の侍がうまいのは続きますけれどもね。続きまして、ラジオネーム宇宙を大切に。日米の首脳がこの軍艦巻きでチェスをしているという風刺画が昭和の民衆の間で話題となった。ありそう。あの顔が怖い風刺がね。そうそうそう。さあ続きまして、ラジオネームデレクジーカ。戦場へ向かう軍艦巻き。アマゾンでこの料理を購入すると、この商品を買った人はこんな商品も買っていますと、テレンス・リーの本をおすすめされる。ああ、なるほどね。ありそうですよね。ラジオネームいぶし銀太郎。戦場へ向かう軍艦巻き。軍物好きな所ジョージさんの MA1 には背中いっぱいにこの軍艦巻きの刺繍が入っている。なるへそ。オリジナルのやつね。自分でね頼んでいる。ラジオネームいぶし銀太郎。戦場へ向かう軍艦巻き。食べると感傷的な気分になる。戦地だから。来てますね。うまいのが多かったですね、今回はですね。ラジオネームポストカードクラフトスマン。戦場へ向かう軍艦巻き。この料理の難しさを表す言葉として、のり巻き3年、握り10年、敬礼一生がある。最後綺麗にね、敬礼をしなきゃいけないということで、さあということで、この中から一番この料理らしいものを選んでください。そうでございますね。これいこうかな。はい。テレンス・リーの本をおすすめされる。ラジオネームデレク・ジーカ。デレク・ジーカ、おめでとうございます。今月のプレゼント商品はこちらでございます。こだわりの鶏めし、本和風若鶏竜田揚げ、仙台味噌カツ、お弁当ネッグ、ミニオムレツの4種類が入っています。さて来週ですが、竹田リーの山口、通称竹山からメールが来てます。先週ゴルフの話をしていましたが、ゴルフの醍醐味はバンカーショットで大量の砂を天空に舞い上げ、その舞い上げた砂が竜の形になるから。候補、敵意むき出しのマグロの釜焼き、熊をも縛り上げるほどの糸を持つ納豆、ネタミソネミートスパゲッティ、団地妻の動向を見すぎたゆえのおこげ。これ男なのかこれ。普通にもはや焦がしてるだけじゃないこれ。不注意して。この中から何を、春日さん。そうだな、じゃあこれにしましょうかね。
クマをも縛り上げるほどの意図を持つ納豆。はい、ということで、どういう料理か、どういう食べ方か、どういううんちくがあるのか書いてきてください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、男の料理の係まで。日例の冷凍食品をお送りするので、住所本の年齢を忘れなくお願いします。オードリーのオールナイトニッポン。日例プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい日例、日本公認会計士協会、電話王、クレ工業以上各社の協賛で、東京中大学有楽町の日本放送ケアステーションに全国36なお送り。ということで、うん、まあ今回は春日さん凱旋帰国スペシャルということでね、大好きなタメ、呼んで疲れを癒してもらいましたけど、今日はいいタメじゃなかったね。うん、全然もっとさタメスポ良くなかった。良くなかったね。発行部数もだいぶ落ちるんじゃないか。あ、そうですか。これは信頼を失ったよ。もっと聞きたい話が違かった。違かったよ。どこの女優さんがすげえエロいとかさ、どこの俳優さんとがすげえ遊んでるとかさ、そういうの欲しかったわけ。なるほどね。そういうの欲してたのよ。そのためにちょっと頑張ったみたいなあるからね、イタリアで。なるほどね。それがさ、王の刑の話じゃどうだっていいんだよ。王の刑が指輪をせびられてるとかさ。いや、それはお前が知る。どうでもいいんだよ、そんなものは。あ、そう。なんか結構長い。だってもう死んでもやんねんじゃねえもん、 ないぐらい喋ってる。いや、そうで、結構タメは自分で今日のために足で稼ごうと思って、いろんな若手芸人に自分で会いに行って、全く情報が出ないんですって。足で稼いでも稼いでも全然足取りがつかめないんですで、まあ先ほどね、あいつ全然面白くないですねつって言ってました。誰が？タメが。ちょっと今のはその完全再現。完全再現。おいおい、頼むぜ。変わってくるね。あいつ全然面白くねえ。かあ、いい札だな。やりがいがないです、情報屋として。面白くないっていうのはお笑いのことじゃなくて、ああ燃えないってことね。そうそう、その、うん、そのなんだろう、タメ、その記者魂とかゴシップ魂に。記者じゃないんだけど、あいつも。そっかそっか、そうらしいんですよ。あ、じゃあなんかその燃えるような面白いネタを提供しなきゃいけない。だからやっぱ土地を探してるっていうことで、もう俺はもう多分隠し子がいるぐらいのゴシップ出てくんじゃねえかなってヒヤヒヤしてましたよ。ヒヤヒヤしてましたけどね。そういうの出たらまあ面白いんだろうけどね。あ、足で稼いだ会話あるんだろうけど。そのでも指輪をせびられてるってことはさ、向こうはまあはっきりしてほしいんだろうな、付き合うかどうか。まあ、そうだろうな。それをだから指定されてるの、指輪の、デザイン、なんそのものは。それは別に指定されてないけど、何でもいいから欲しいって言ってるの。うん、うん、だからまあ近々見に行ったりするかもわからんし。あ、そう。王の刑もね。あ、そう、うん、それだってさ、わかんないじゃん。うん、ねえ、私が何か渡すっていうわけにいかないでしょ。うん、どんなもんがいいかとかもわからんしさ。私がっていうか、王の刑が。うん、そうそうですよね。そうね、だからその辺はあんまり詳しく聞かないようにしてる。でも今日一番のゴシップ、今日一番その王の刑のゴシップは、うん、王の刑の口から聞いたっていうのがなんかちょっとやっぱ驚きですよね。いや、ちょっと待って、そう言っちゃったらさ、いや、そう言っちゃったら全部つながっちゃうじゃない。そう、確かにね。今つながる、やめなさいよ。いや、どう、俺は、うん、だけど、うん、俺はだよ、お前だと思う。俺はそれはさ、ファンタジーにしようよ、そこは。できるわけねえだろ。そこ言っちゃったらどっちだけじゃない。ね、もうファンタジーに行けば行くほどドキュメンタリーが立っちゃう。むしろ王の刑は指輪をせびられ土地を探してんのよ。これは紛れもないのよ。ね、そして60打数10安打なのね。
ね、いやでも分かんないよ、本人が嘘ついてない限りは本当って言いました。いやどうなんですか、嘘なんですか。本当です。じゃあ本当だね。ということでオードリー若林でした。おやすみフィーちゃん、この後また夢でお会いしましょう。アディオス。皆さん、スペシャルウィークですよ。シンプルですね。真実の口。これにですね。たまたまその日が、うん、まあ、土日とか、うん、すごい忙しい日で、うん、そのクーポン使えませんよって言われちゃったんですね。そしたら王の家、うん、その店出ます。王の家、うん、女の子を呼ぶ1時間前に入ります。え、1時間前に入るんですね。うん、それなぜ1時間前に入るか、うん、王の家、うん、ミスチル練習します。ダメー。 Mぐっちゃんさんと、はいはい、結構あの旅行をね、はい、2人で行くらしいんですけども、うん、まあ、とにかくケチでつまんないらしいんですよ、その旅行が。それでいて、うん、実際現場に来たら、うん、フリートークねえんだよなとか言うから、うん、そこがムカつくって言って2人で飲むことが結構あるらしいんですけども、うん、その N グッチャンさんと、はいはいはい、はい、で結局2人で飲むときは、うん、シャバゾーナイトだなリーキリーキキャンプの、 あのエスミスさんから聞いた話なんですけども、うん、王の家、うん、最近土地を見に行ってるそうです。毎回毎回行けるわけじゃないし、それは、うんうん、それでもそうじゃない、はい、ね、うん、5、60回、まあ、やって、うん、結果、うん、10回ぐらいリアルなんだ。